はい、動画をご視聴いただきましてありがとうございます。リーちゃんです。それでは、前回の続きからやっていきたいと思います。前回、トルネコを人質に、されました、されましたというよりはしました。で、今回はブロンズの十字架を盗んだ犯人を捕まえるために洞窟行きます。パーティーはこのパーティーでもいいかなと思ってるんですけど、どうしようかな。一旦これで進めましょうか。はい、イオラ覚えたんでだいぶ楽になりそうですね。これは
ここでドラゴンシールドを手に入るのはでかい。一応ね、最深部までやってきました。ちょっとね、道中の敵かなり強いんで、だいぶすっからかになりましたけどね。とりあえずちょっとね、これを使っておきます。めっちゃ回復するやん。で、一応こいつね、ヒャダルコ使ってくるんで、これ装備して、これ装備して。ちょっとね、リーちゃんはね、魔法捨てがあるって、なんとかなるんですけど、ちょっとそれ以外のね、二人がね、ちょっとダメージを元に、もろに食らってしまうんで。よし、じゃあこれでいきます。もう早いな、こいつ。で、これ話しかけるとクソって言います。はい、ミスターハンじゃなくて盗賊バコッタですね。はい、これもみんな頑張れにしておきます。とりあえず攻撃します。はい、やってきますね。勇者はね、魔法捨てやっときましょうか。お、痛いやん。
うおー、マジ？硬いな。ちょっとここはね、命令させるんでして、まあ、ね、ルカニを使ってもらいましょう。何やねん、めっちゃ食らったぞ今。もう一回かけるか。いや、もういいか。でイオーラかけて攻撃。おりゃ、はい、ではこれで捕まえたんで、レミドいきます。これでね、まあ問題なければ最後の鍵が手に入るはずです。これはでかいですよ。もう行きましたよ。これは、嘘です。とりあえずね、鍵ね、いただいたんで、
まあ、とりあえずトルネコ助けましょうかと思ったんですが、だからさらっと帰ってきてます。よし、じゃあとりあえずね、あの天空の盾をねいただきましょう。あ、こっちじゃない。めちゃくちゃ上がりますね。よっしゃ、これで天空の盾を装備させて、ドラゴンシールド余ったんですけど2人しか装備できないんで、これはもう、売却ですね。あとは各種ね、鍵ね、ちょっと開けられるところがねかなりこれで、増えてますんで、あとはちょっとあのアイテムをね回収していこうかというところですね。ただね、結構ね進んでくるとどこがそういうアイテムがあるのかっていうのをちょっとわからなくなっちゃうんですよね。というわけで、一旦方法としてはまあルーラで巡っていくっていう感じですね。よし、これでちょっと各地巡って、ちょっと扉開けて宝箱で回収していきます。なんで城の宝箱にセテコパンツが入ってるのかっていうね思うんですけど、you
あかんのかよ。いや、ライアンいますけど。あれ、なんか人おらんくない？え、人おらんやん、全然。あ、これ入られへんな。
うわ、敵かよ。いや、これはえぐいわ。これはひどい。ちょっとお金あるんでね、装備強化します。あ、しまったな。キラーピアス買えばよかったか。まあいいか。
マジか、神秘の鎧は欲しいな。これはまあちょっと性能微妙っていうのを知ってるんで、ちょっと装備打ってピアス買いに行きましょうか。多分結構アイテムあるんで、多分ね買えるんちゃうかな。よし、ちょっと買いに行こうか。で、目的地なんですが、最後の鍵手に入れたんで、行けるところが結構多くて、ま、そうですね、天空の鎧を取りに行くか、もしくは、変化の杖を取りに行くかっていう選択肢なんですけども、どこ行こうかなとちょっと考えてるんですけども、順当に行くと、まあ変化の杖を手に入れるっていうところになるんで、ちょっとそっちへ行こうかなと考えてるんですが、女神像のところ行って先に進めてもいいのかなと思ってるんですけど、ちょっとそれ以外に行くとこあったんちゃうかなと思いながらちょっと出てこないんで、パッと出てこないっていう感じですね。ただ順当に行けば、まあ変化の杖なんで、まあ、はぐれメタルのね剣を手に入れようと思ったら、乾きの石がないか。じゃあ乾きの石をもらいに梅びえの村ですか。ちょっとそっちへ行ってみましょう。で、こっちに行くんでしたっけね。
敵出るんちゃうんかな、できる、いけるかな。え、なんもないんですけど、どうやって、え、乾きの石ってどこにあんの。うわ、これわからんぞ、これ詰まったか。あれ？この町なかったっけ？町というか、まあ村ですけど。か、もしくはまあ乾きの石がそもそもいらないかもしれないですね。まあ、いらないやったら別にいいんですけど。よし、ちょっとそしたらエンドールに行く前にちょっと待てよ。行けそうな何かがありそうなんですけど、ハバリアからちょっと北に行った小さな島あるんですけど、そこをちょっと行くのと、アッテムとのルーラ登録だけしようかな。間違えた。何にもなかったですね。じゃあキングレオからちょっとアッテムと歩きましょうか。ルーラー登録できるはずなんで。あ、お告げ状行こう。こんなイベントあったんや、知らんかった。出た、絶望の街じゃなかった、欲望の街か。
いやいやいや、あのカジノがなんであんねん、あってもとに。すごい貧富の差が激しい。いやーこれドラゴンローブなんでしょうね。いやー欲しいな。メガンテの腕はなんかあるんや。まあ入れとこう。これ確か人食い箱やったような記憶があるんですけど、まあまあとりあえず開けます。ほら、いやほんまにカジノあるし。いやチェックちょっと待てよ、これむちゃくちゃ豪勢やな。微笑みの杖あるし。うわ星降る腕はある。まあこの辺はねちょっともう無理でしょうけど。すげえラインナップ違うんやけど。でここはアッテムやっとやってな。まあいいか。はい、今回はここで終わりたいと思います。次回は、エンドール南のところの、変化の杖ですね、手に入れて、であとは、その後は、順繰りでちょっとやっていこうかなと思ってます。それでは、ここまで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。